島です。あと5分なのに誰も袖にいません。え、頑張ります。なんか嬉しいな、その言葉。今日実はステージデビューの7年目ぴったり4月6日なんです。私が2017年の4月6日ステージでマイク持って歌った初めての日です。そうだから、すごいそんな素敵な日に初日を迎えられるのがとっても嬉しいので、7年目もまさかマイクを持ってステージに立てているってこと、本当に皆さんのおかげだなって思いました。ありがとうございます。全ての方に感謝の気持ちを込めて歌います。ババヘラババヘラアイス、ババがヘラで盛り付けるアイス、なんとかかんね、5分前早くしてもらっていいですか。すいません、3枚ほど取ります。いきます、3、2、1、2枚目いきます、3、2、1、ラストいきます、3、2、1。凱旋です。みんながコールしてくれてます。一発目の顔をどんな顔で出ようか。でもユニゾンラインだからかっこよく出ないですね。こんな感じでキリッと出ます。ついてから、あ、ちょっと待って、ついてから、うちに座ってから座ってからね。頑張ろう、凱旋頑張ります。凱旋凱旋頑張ります。みんなの凱旋の アミタフィーチャーしていただいて、2部がシマちゃんということで、あ、ありがとう。いや楽しいっすね。もうなんかこれに尽きる。本当に感謝の気持ちを伝えたくなると、いろんなこと言いたくなるんですけど、もうなんかまとめられないくらいとにかく楽しかったです。そうさ、また今度次につながるように、もっともっとハッピーオレンジをじゅー拡散していきたいと。できたん、メイク直ししてきたんですけど、今ゆっくりゆっくり、なんでさっき話してた時行かなかったんですか、直しに。私さっき行ったのに、さっき話してた時間でメイク直してきたじゃないですか。なんでメイク直ししてるよ。ならほうちゃんのこと待ってたんだよ、こうやって。待ったのこと、ほうちゃん来ないなって。いつですか、いつ、どこで待ってた。あれ、さっきメイク直しして、凱旋終えてどうですか。凱旋めっちゃ緊張しました。でもまだ昼はソロコーナーなかったんで、まだ気持ち的には夜が緊張します。今回 MC で物語、うん、なんか入ってますよね。入ってる。何、急に始まった、知らないなんかやるって聞いてたけど、なんですかね、あれどうなるんですかね最後。あ、ほら急に始まった。物語ですか、あれ何だったんですかね。こっちも聞いた。どうなるんだろう2部、ちょっとよくわからないんですけど、何が起こる2部、どうなるのかが。
じゃあ、交互期待とか私が言っていいですか、私やらないけど。若干なんか仕切ってた人はもう私何にもやらないけどね。出ない、出ない組です。チーム関係ない、チーム関係ない。新しい後ろで楽しんでるだけ。ガクガク始まる、オンタイムで始まる。すごい、まもなくです。ユリア、ユリアのどこ、どこどこユリア、どこどこユリア、リアルユリア。対戦2部、あ、やばいっす。きっとそれ、サラダ、ちょっと緊張します。シュウサギさんがいない。どこどこユリア、シュウサギさん、どこどこユリア、どこどこユリア、どこだよ。青ざいは、じゃあ私に、あ、私からか。緑かわいい、ゆうちゃんかわいい、ゆりちゃんか、ごめん、普通に言っちゃった、恥ずかしい。ラストスパートしかないんです。どこかしっかりますか。気持ち的にはどこだっけ。どこどこユリア。いつみたいな今日のあなただけあげちゃいます。全部受け止めて生産とか言いかけません。私にあなたの正解です。チュチュチュワチュチュチュパリパリチュチュチュワ正解です。しずくて愛して欲しいのであなたのこと。マイクをぶつけてしまった。あら。